じゃあね、ちょっとまだ真子さん来ないから準備でもしてよっかな。懐かしいな、ドラム。これな、なんか すごい緑。あ、おいっすー。お久しぶりっすー。いやー、懐かしいな、ペンタ。ペンタ懐かしいですよね。懐かしいわ。前のバンドで入ってたっけ、ペンタ。そんな入ってないの？前のバンドはあれじゃないですか、ノア。ノアが多かったですね。ノアが多かったですね。はいはいはい。もうそれは何か使うの、カメラ。あ、気づきました。いや、なんかあ、全然全然、俺もそれちょっと見たいし、自分の動きみたいな。ああ、そうですか。いや、いいよ、撮ってくれた方が。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。あれ、これあれですか、いつも YouTube で見るあのギターですか、これもしかして。あ、そう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 。ベッドルームからやっと抜け出してきた。ベッドルームから抜け出してきましたね、ギターが。卒業しましたよ。おおお、こいつも外で見るとかっこいいよな。かっこいいですね。かっこいい。家で見るとなんとも思わんけど。あ、裏、ボディの裏がちゃんと。そうそう。へえ、あ、かっこいい。この先っちょのやつ何なんですか、これ思ってたんですよ。この先っちょ、ベルトみたいな。ここにつけることでこうミュートされるんですよ。だから例えばこう、はいはいはい、単音弾きした時に、はいはいはい、こう余計な音が鳴らないっていう、この音だけ鳴るから。へえ。まあ基本的にレコーディングの時とか、はい、綺麗に撮りたい時はこれ使うから。あ、じゃああれですか、それなんかチートみたいな感じですか、ね。まあ、いやでもレコーディングチートなんかな。まあ、ちょっとでもいける？結構久しぶりだな、ドラムが。ちょっと一回回してみようか。いいですか、5年ぶりにしては。あ、すいません。いや、ちょっと、それはちょっとおかしい。あ、いいんじゃない。1曲目、じゃあ、ブリーズニューライフってわかる？あ、はい、やってきました、はい。ちょっと、それやってみようか。行きましょう。じゃあ、行きます。ちょっとよれてんな。すいません、さすがに。あれ、最初って。でも最初は、まあ、ちょっとなんか寂しい。まあ最初 OK。 あれ、最初バンドインでしたね、これ。あの、バーンって。うん、最初はちょっとギター、まあ、テル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 
でも自分でも一泊ずれちゃった。一泊そうやな、さ、めっちゃずれちゃった。ちょっと、ボン見せて。もう一回いいですか？でも5年ぶりってそんな感じなの、やっぱり。やばかった、俺。あれですよ、クリック自体5年ぶりに聞いてます、今。ああ、こんな音だったなと思って。お願いしてからスタジオ入って個人連とか、やった？やってる？家のソファでやりました。そこでは叩けてた。キープしてくれたら。OK、そうです。行きましょう。行きます。聞いてみる？あ、いや、大丈夫です。聞いてる？そんな踏んでないのが多分な。音源。あ、マジですか？いやいやいや、それで行きたいなら別にそのアレンジっていう感じでありやけど、いやもうじゃあちょっと一回休憩する？そうですね、休憩しますか？なかなかね、いや別に、はいはい、いや全然そんなあれやけど、はい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 、ちょっと一回休憩してから合わすなら合わして。あ、まだ合わせてくれる？
あ、全然全然全然。マジっすか。いや、そのお願いしてるから別にそんな、はいはいはい、ね、で もし次週練習してきてくれて、はい、まあ全然叩けるならもちろん嬉しいし、はい、そんな俺も急いでるわけじゃないから、はい、そんな、はい、せかしてやれよとは言われへんし、マジっすか。そんな全然そんな優しい言葉を、そうそう、まあ、ちょっとどの人かの挑戦もしたいからそれ含めて、まあ、今日まあいろいろ、あと動画見てヒロキも、はいはいはい、自分で叩いてる姿ちょっと見てもうて、いや、そうですね、ちょっとじゃあ、うん、いやでも、うん、もうちょっと多分きつく言った方がいいと思うんですね、こういう人には。あ、ヒロキに対して。そうですね、なんか、いやでも付き合い長いやん、言うて。いやでもちょっとあのやばくないですか。まあやばいよ、やば結構やばかった。そうですよね、まああのやばいけど、やばい、まあまあまあ、そんな叩いてくれるだけ嬉しいっていうのは正味あるから俺も。そんなね、まあ、ひろきも忙しいっていうのがあるからさ、そのいや暇ですよ、めっちゃ暇、めっちゃ暇ですよ。暇やったらまあちょっと、まあ次やな、来週かさ来週かわからんけど、まああのまでにやってくれたら嬉しいかなっていう感じはあるけど。いや、あのすみません、あの わざとやってたんですよ、これわざとでも、え、あのわざとふざけてました。あ、ほんまやってきてるってこと？あ、叩けるってこと？叩けます。まあ、5年経っても普通に叩けますよ、それドラムというか、リハでふざけてたら、あ、どうなるか、まことは切れるのかみたいな。あ、まあ、さすがに切れるはないな。でもちょっとなんか若干来てますね。いや、なんか、絶妙すぎて、いや、怒るとかないけど。あ、怒るとかない。怒るとかない。なんか嬉しかったですね。ね、いやでもちょっとショックやった。ショック、あのヒロキ5年経つとこんなのやるんやっていう感じはあったけど。そっちっす、そっち、あ、これ。あ、じゃあまあもしかしたら後日アップされるかもしれない、ね、かもしれないですね。ああ、それは楽しみです。お蔵入りになるとかなんですけど、あげましょう、これ。あげるってな感じで、もしかしたらアップされるかもしれないんでお願いします。はい。はい、ありがとうございます。いや、片付けしてて、どうでした孫さん今日、なんかあの、いやまあいい感じだね。ドッキリか分かんないんですけど、ドッキリみたいなしちゃいましたけど、なんか、いやまあ全然俺は楽しかったけど。楽しかったですか。次ちゃんとお騒がせしたいね。あ、そうですね、次はちゃんとお騒がせをしていきましょう。でもあと3分。あ、3分。あ、じゃあ近づけます。近づけます。はい。